アブドゥッター3世、アイコールサーリムアイコールサバー派は、第11代クウェート首長、サバーハ系党首。歴代首長にアブドゥッターという人物が2名いるので、アブドゥッター3世とも呼ばれる。子に、第14代首長サードがいる。第9代首長サーリムの子、いとこのアフマド首長より、首長位を継承した。1951年には、クウェート石油により、 海水蒸流工場が建設される。1953年には、原油生産量がサウジアラビアを抜いて、主位となる。潤沢な財源の下政府自ら海水蒸流工場を建設し、クウェートの水資源供給を国営とした。先代に引き続き教育事業を推進し、1954年には、革命感もないエジプトより、教育専門家を招聘し、 その示唆により1955年には6歳から18歳まで、小、中、高校による4.4、4制度を施行した。1958年には国境を接するイラクで、革命が起こり、ファイサル2世イラが殺害され、アブドルカリームカーシム順将が共和国を建国した。イラクは、次第に、繁栄、深疎化し、新鋭王政ではなりを潜めていた。 イラクのナショナリストが主張してきた、クウェートは、オスマン帝国のバスラスオトクフの一州であったことを、根拠としたクウェート併合要求が蒸し返されることとなる。1961年にはルピーからクウェートディナールに通貨を切り替え、6月19日には、イギリスの保護国より独立することとなる。しかしながら、 イギリスとの往年の友好関係が消滅したわけではなく、6月25日には、イラクのカーシム首相が、クウェート領有を宣言する事態となるとアブドゥルッターは、イギリスに軍侵駐を依頼し、イギリスも7月1日に軍を侵駐させる。当時、エジプト自由将公団のスエズ戦争での成功により、反アラブ主義が台頭していたアラブ世界では、この侵駐に反発。 このために、同年7月20日に、クウェートがアラブ連盟に加盟すると、アブドゥッターは8月12日にアラブ連盟安全保障条約に参加し、イギリス軍とアラブ連盟警察軍との交代を発表し、11月8日までに完全に交代させ、1962年にアラブ経済開発クウェート基金を設立した。 1963年1月には立憲君主制及び議会責任内閣制などを規定した憲法を制定し一院制国会議員選挙を施行。また、弟のサバー派を初代首相に任命した。以後、大使が首相を兼務することが慣例となる。また、同年2月にイラクで軍事クーデターが発生してカーンシム首相が処刑されると10月に イラク新政権と国交を結んだ。1965年には、サウジアラビアとの中立地帯分割協定に調印し、クウェートの独立と外交安定を確保した。1965年に皇居。主張位は、弟のサバーハサン政が継承した。サウジアラビアとの中立地帯において、 石油利権を獲得したアメリカが衆国系企業から豪華なヨットを寄贈されるが、それをイラク王族にプレゼントしたという。ありがとうございます。